回のタイトルは FTX の代わりにリップル社を訴えることで SEC は規制アジェンダを台無しにしたです。ぜひ最後までお付き合いください。 FOX ビジネスの上級特派員であるチャールズ・ガスパリーノ氏は本日のツイートで、証券取引委員会SEC が崩壊した仮想通貨取引所 FTX の代わりにリップル社を訴え、規制アジェンダを台無しにしたとして非難しました。FTX の崩壊を掘り下げれば掘り下げるほど、そして SBF が SEC と一度ならず二度もあったことを聞けば聞くほど、SEC が未登録の XRP に関して、リップル社を追いかける規制課題を本当に失敗したことに気づかないわけにはいきません。ガスパリーノ氏は、暗号通貨取引所に深刻な詐欺が存在することが明らかであるにもかかわらず、規制当局はリップル社を告発したと付け加えました。彼のコメントは、暗号通貨コミュニティのメンバー、特に XRP 愛好家から一連の反応を引き起こしました。XRP コミュニティの弁護士であるジョン・リートン氏もこれに反応し、SEC はリップルだけでなく、LBRY やドラゴンチェーンなどの他の小規模な暗号関連企業も訴えていると述べました。FTX の崩壊で批判された SEC。 SEC は暗号通貨取引所で起こっている不正行為をより早く解明することができなかったとして、広範な批判を受けていることを思い出してください。11月、米国下院議員のトム・エマー氏は FOX ビジネスのインタビューで、 FTX の崩壊は暗号通貨の失敗ではなく CFI、ゲイリー・ゲンスラー、 SBF の失敗であると指摘しました。また3月に SBF が SEC と会っていたという報告にも言及しました。 SEC は FTX の業務に関する調査を開始せずに、暗号取引所に特別な待遇を与えるために動いていたと言われています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。